オメガ星雲は、イテ座に位置する三光星雲である。星雲の中に、ループ状の構造が見えることから、これをいろいろなものに見立てて、オメガ星雲、白鳥星雲などいろいろな呼び名を持つ三光星雲である。すぐ北にある和紙、星雲と同様の星形成領域で、距離は M16 よりもやや地球に近い。この両者の星雲は銀河系内で同じ。 渦巻き腕に乗っており、おそらくは同じ巨大分子雲複合体の一部を成しているものと考えられている。また、内部には電波源があり強力な電波が放射されている。明るい星雲であるため、小口系の望遠鏡でも楽しめる。伊手座、縦座、蛇座の境界付近に位置し、縦座ガンマ星からたどると見つけやすい。昇降系では白鳥の形に見える。 オメガの形に見るためには、合計30センチメートル以上の望遠鏡に、干渉フィルターをつけて観察するとよく見ることができる。注意深く見ると、淡い方の輪を描く曲線部の内部は暗くなっており、また、白鳥の頭の西も暗くなっている。北側の淡い方の曲線部は、下の写真ではよく見えないが、よく観察すると完全に輪になっている。 1746年にジャン・フィリップ・ロワド、シェゾーによって発見されたが、彼の発見はあまり世に知られなかった。メシエは星を含まない星の筋で、長さは5、6。防水型をしていて、アンドロメダのベルトにあるものに似ているが、非常に淡いと記している。ウィリアム・ハーシェルは壮大で明るくて、非常に大きく、大変不規則な形をしており、二の字のように曲がっていると記している。 オメガの名前は、ルイス・スウィフトがギリシア文字のオメガに似たスケッチを描いたことに由来する。白鳥に例えたのは、ジョージ・チェンバーで棒状の長いガスの部分を白鳥の胴体とみなしている。カミリー・フラマリオンは、この長く伸びた十二光年にわたる構造を、風によって気ままに絡まった煙の流れに例えている。2004年には、ヨーロッパ南天天文台などの観測により、 オメガ星雲中の若い大質量星の周りに直径が2万天文単位のこれまでで最大級の膠着円盤が発見されている。ありがとうございます。